こんにちは、ヨイドです。今日は、フォアのボレーとフォアのスライスの腕の動きというテーマで、お話をしていきます。特にですね、フォアのボレーかな。せっかく、ダブルスとかで、せっかく途中までバシバシ攻めてて、よっしゃチャンスってなって、吹かしちゃう人いますよ。せっかくのチャンスだったのに、実際のチャンスボールが、実はピンチボールだったみたいな。そういう経験がある方は、参考にしていただければと思います。はい。で、ちょっと注意点はいろいろなんですけど、とりあえず、まずは腕の動きですね。腕を今、ちょっと自分の動画を撮影しないとわかんないと思うんですけど、こういう風に使ってないか確認してほしいです。これ今、脇を締めて、肘の曲げ伸ばしをメインに使ってます。こういう風なボレーをしてないか。これでもいいんですけど、はい。右腕だけ見て、こうしてないか見てほしいです。ではなく、こうしたい。今、脇を開けて、胸を締めてます。逆への字を作ったような。腕が斜め下。ラケットは斜め上。この状態を作って、胸を締めれるかが大事です。っていうのを大事にしたい。で、こうすると、打点の高さ関係なくなるんですよね。この動きを使える人は、打点が高かろうと低かろうと、同じような腕ができるんですけど、これをメインにしてる人は、ここら辺だとバチッと打てるんですけど、例えば打点が低い時に、こうしないといけない。打点が遠かったら、もう当てるしかできない。ボールが深かったら、こう返すしかできないと思う。ではなく、肩の動きで、打点が高い、打点が遠い、打点が低い、打点が近い。どうなったとしても、同じような肩で打てた方が、失敗しにくいと思うので、肩の動きを覚えれれば。あとはですね、肘の曲げ伸ばしをメインする人っていうのは、どうしても、ラケットが打点に対して上下になりすぎるんで、ボールの上下にばらつけてるんですよ。これが、肩の動きできれば、打点に対して水平に近い動きをしやすい。むしろこう、下に下ろせって言ってもやりづらいと思うんで、胸を締めた方が楽と思うんですよ。この状態を作れば、安定してコントロールできるんで。はい。で、よく言われるんですけど、これだと力が入んないんですよねって言うんですよ。これ力の入れ方違うんですよ。これストロークでもよく言うんですけど、反射の動きを使ってる人っていうのは、力を抜いといて入れるようなパチンってこう叩くような感じです。じゃなくて、そしたら手先を固めといて重さをぶつけたい。ボレーも同じで、スライスも同じで、力を抜いて、こうやって力を入れてる人っていうのは、確かにちゃんと当たるとスピード出るんです。ただ、ちょっとずれたら吹っ飛ぶし、ちょっとずれたらネットするしみたいな。後ろで打つとアウトするし、前で打つとネットするし、ここで当たれば OK だしっていう状態じゃなくて、どこで当たってもある程度同じとこ行くようにしたい。で、そうしたいので、じゃあボールに力を伝えるためには、肩から先の腕とラケットの重さをぶつけたいんですよ。ぶつけるっていうのは力をギュッと入れるとかじゃなくて、重さの移動によって打点に対してこのぐらいの長さで、このぐらいの速度で当たると、そこら辺に行くよね。どれぐらいのスピード出るよねっていうのになれば、安定してる。コントロールできるはず。スピード出せるはず。で、ちょっと注意点だけ。ちょっと横から見たときに、こっちに打つとして、こっちがボールが飛んでくるとして、フォアのスライス、ボレーのときに注意したのは、こういう風になるべく腕を浮かせるように練習してほしいんですよ。こういう風にっていうのは分かりますかね？これ今。ラケット面がずーっと、打ちたい方向に向いてます。後ろから見るとこうなります。ラケット面が打球方向にずっと向いてるような腕。これっていうのは、肩が動くっていう動きと、腕が回る動き、手首の動きも入って複雑に動いて、やってます。で、この動きっていうのは説明できるんですけど、しません。ややこしいんで。ただ、打ち回し、外回しになったとかじゃないので、とりあえずこの動きを習得して、この動きで、まずは、打てるかなと思っていただきたい。できる限り、打点に向かわれ、ラケットを準備して、打点に向かわれの助走が必要なんで、その助走を入れながらでも、ラケットがずっとボールの後ろにあるか、ラケットがずーっと、ボールの後ろにある状態を作れるか。打球した後っていうのは、
少しスイングしても構わないので、とりあえずボールに向かうまでは、ラケットはボールの後ろにいるか。この飛んでくる軌道上にいる状態を作れるかっていうのを、注意しながら練習できればと思います。で、その時ですね、これをしようとしたのに、このラケットがずっとボールの後ろにこういるまんま打とうとしたのに、ラケットが思ったよりこっちに行っちゃう方いると思う。本当はこうしたかった。本当はこうしたかったのに、あれこうなってる。っていう人もいると思う。で、そうなる方はやってほしいのは、ストロークのフォアとかと一緒で、ラケットのこの先端で、打とうとしといて。気持ちいいですよ、気持ちいい。この先端で打つんかなっていうような、先端で突き刺すようなこの構えから、面を開く練習できれば。大体の人は、こうやってくださいって言っても、大体こうなります。今僕が言った状態です。ラケット面がずっと前を向いたまま、ボールに向かうような、この流れになってしまう人のが多いので、まずはこの右腕のこの流れ、肩を下に、胸を締めていくっていう動きに、プラス、ラケット面がずっと打球方向に、ボールの方向に向いてる状態をキープして、打てないかなっていうのを確認できれば、こうですね。おー、いけるか。手先というか、前腕の回線は、前腕の回線、間違えました。前腕の回線で、指は固定です。指固定。指は固定。固定っていうのは、抜いて入れるとかじゃなくて、指はある、ラケットをこう振られないように固定したまんま、肩から先の腕を柔らかく使っていきたいので、この流れっていうのは、間違えれば。で、これができない人は、先端で打つんかなと思わせ、そのまま面を開いて打球できるかな。はい。これをできれば、はい、なんとなると思います。まだちょっと言いたいことあるんですけど、とりあえず、右の腕の動きと、ラケットの流れを知ってほしいので、そこをちょっと自分で動画撮影して、できてるかなっていうのを確認できれば。はい。これができれば、同じ構えから、もし相手のボールが強いのがバシッと来たとしても、向こうからボールがバシッと来たとしても、ここで返せるんです。やばいと思っても後ろで返せる。この状態で返せる。で、正面から見ると、こう構えてる人は、こっからショートクロスに打てる。なんでかっていうと、この手だからです。この手は、クロスに打ちやすいです。このクロスに打ちやすいこの手で、やっぱり逆クロスに行くのは簡単です。先にこうしといて、やっぱクロス行こうかなっていうのは大変なんですよ。重力に逆らう側と、重力の方に落とす側で、全然違うので、守備範囲広がるし、いろんな場所に打てるんで、はい。この腕の練習っていうのは、そう大事なところなんで、ぜひチャレンジをしていただければと思います。はい。そんな感じで。そうね。まあ、ちょっと本当は、まだ言いたいことないんですけど、今回はこれでございます。はい。また、気になる方は、チャンネル登録してから、続きを見てください。じゃあ、終わります。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、たくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。